何回ね。あれ恋じゃね、こんな浅瀬に。こんにちは、スペイくんです。今日はですね、見てください、雪が降りました。雪が降ってね、雪が残ってるんですよ。気温はですね、最高気温が2度で最低気温がマイナス2度です。ということで今日はこちらのカフェがさらさやっていこうと思います。それではやっていこう。それでは川の方に失礼させていただきます。さ、失礼します、失礼します。いやー寒いね。さすがに。やっていくか。でも寒いということは魚もね、活性が落ちてるんで捕獲自体はそんなに難しくはないと思います。お前らいるんだろ、ほら出てこいって。シャイすぎん。え、なんこれ、なんかボール落ちてない、なんか卵卵出てきたんだけど。ちょっとね、まだこの辺魚からしたら浅いのかも。今日は寒いからかなり深いところに逃げ込んでるんだと思うよ。そうしないとね、多分ね、魚たちもね、活性ができないはず。そう、魚はね、冬眠とか基本的にしないんで、深いところに行って冬場もね、まあその微生な、微生なプランクトンとか食べてるから。プランクトン？なんていうの？ミジンコみたいなやつ。だから深いところにいないとね、動けないわけだから。絶対どっかにいるはずなんだけどね。この下いるかも。あ、入った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 。カワムツだね、カワムツ。オッケーオッケー、いるね。オッケーオッケー。どっか上流に逃げ込んとかじゃなくているわ。オッケーオッケー。いるのが分かったんだったら大丈夫。おお、めっちゃ入るめっちゃ入る。スジエビとカワムツかな。岩場はね、あんまり魚がいないんだけどね。でも多分いて、時期によっちゃここもね、水が増えて魚が上流に行ったりするだろうから、上流見てみようか。 OK。 でかっ、うわでかっ、なんかカワムツかな。でかめの川、ん？沼ムツっぽくもある。カワムツだな、多分こんな浅瀬にいたのか。結構浅くね、ここ。だいぶ浅いぞ。俺の膝より下だもんなって、水が。ああいう浅瀬にいるやつもいるんだな、じゃあこういう時期だけど。この辺に置いといて。うわ、深っ、びっくりびっくり。おお、めっちゃ入った。でも全部カワムツかな。え、でも浅いけどいるんだね、このとこでも。結構奥行きがある、隠れやすいところにいるのかも。オッケー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 、いいよ、深い深い、あはせ。おお、でかいでかい、でかカワムツ、いいね。こういう深いところにな。お、なんかいる、待って、これ、ここにいる、ここにいる、ここにいる。カマツカじゃない？待って、入った、よし、オッケー。うー、巨大カマツか、でかー。かなりいいサイズ、ナイス。地面にいたみたいだね、多分。ごめんね、脅かしちゃって。よいしょ。まあこの時期にね、人間が入ってくるなんて思わんだろうね、普通。あ、小どんこ。お、入った入った入った。おいかわかな、おいかわっぽいね。よいしょ。かなり上流まで来たけど、あー、びっくりした。お、深っ。うん、なんかいね。あれ鯉じゃね、こんな浅瀬に。これ鯉だよね、ここにいるの。いや、ちょっと逃げたの今。
ほらほら、え、待て待て、待って、巨鯉が泳いでる。え、俺のリベンジ来た。タモで鯉を捕まえるというリベンジマッチ来た。ん、待って、ちょっと待って、これ錦鯉じゃない？絶対そうじゃん。よいしょ。え、こんな簡単に捕まることある？え、錦鯉が取れたんですけど、僕ね、一応川に入る前に漁業権の方を確認していたんですが、こちらの川ですね、漁業権かかってないんですよ。はい、なんでこの川かわいそうだな。ということはどういうことかっていうと、この子たちは取っても問題ないんですね。違法で飼育されてますね、これ。いや、わからん、飼育されてる個体じゃないのかもな。でも錦鯉なんか持って帰ってもどうしようもないから逃がすけど。何センチある、これ。50センチぐらいあるよ。あ、まあ40弱か、40弱ぐらい。僕のこの幅が15なんで、約15なんで、そうですね、30後半ぐらいかな。そういうことか、お前ら。ここで違法で飼われてる鯉なのかな。なんか悲しくなってきたな。はあ、なんだ、マゴイかと思ったら普通に錦鯉がいるしよ。悲しいよ俺は。おい、すげえ悲しいんだけど。マジか。みんなわかるかな、この悲しさが。ほら、こうやって錦鯉がいるんだよ、川に。はぁ、あ、嫌だな。よいしょ。あの、在来の稚魚もいっぱいいるんだね。まあ、じゃあいいでしょう。はい、これで魚がいないとかだったら俺ブチ切れてたけど。誰が逃がしたんでしょうかね、こんなの。はい、ということで本日はね、こんな感じでした。川むつ、川塚、谷市。あ、なんかヤゴ入ってる。え、なんか知らなかった、ヤゴ入ってる。ヤゴと、あと、おいかわかなが入りました。たくさんね、種類が入りましたね。で、この川、あと錦鯉がいたんですけど、皆さんね、勘違いされがちなんですけども、あの錦鯉っていうのは、もともとはね、外来種です。はい、真っ黒ね、あの孫芋、外来種になっております。日本人の方が勘違いされがちなんですけど、鯉がいる川は美しいとか綺麗だっていう方がいらっしゃるんですけども、まあ、確かに錦鯉は白だったり赤だったりね、黒だったり、まあ、いろいろ色が入っていて綺麗ではあります。ですが、錦鯉っていうのはもともと外来種で、まあ、日本のね、生態系をぶっ壊してるやつらなんですよ。まあ、これね、多分知らない方が多いと思うんですけど、なんで本当はね、ああいう風に放流したりしたらいけないんですよね。まあ、結構ねマイナスな感じで終わっちゃうんですけど、まあ、今日はこんな感じで終わっていきます。僕のチャンネルではね、こんな風に生物を取り扱った動画をたくさん上げておりますので、よかったらね、毎日投稿も頑張っているので、チャンネル登録よろしくお願いします。僕の励みになるんでね、お願いします。それでは今日こんな感じで終わっていきます。バイバイ。